関西リーグ6節、久しぶりに動画回したいと思います。ほらもう僕はね、もうオープニング僕とかいいんで、フラムワンのこと映しましょう。コラボですか？コラボですか？コラボチーム内コラボ。挨拶だけした方がいい？分かれへんごめん、ちょっと挨拶だけいける？全力のはい、どうもー、クでーす。本物や、本物やった。山で見た。水のように優しく羽のように。クルがね、YouTube 解説してたっていうで、挨拶一発目あれで、もうみんな先輩悪い、もう一番最年少なんですよね。でも先輩みんな悪いから来た時にもうみんなニヤニヤしながらこんなやつ。フランマン現在全勝で首位なので、あと残り落とさずにね、勝って来年のデビューに行きたいと思います。え、あ、これ？はい、世界で2番目。世界で2番目1番ちゃうんや。ほんで靴ずれすぎた。靴ずれしてる。先っちょちょっとやばい。でもなんか慣れやすいぐらしい。ヒューロー履いてるこの人。ヒューローいいよ。今後や。コルシュの方がいいかな。知らんわ。素人に聞いてるじゃないですか。素人ちゃうで。え？指導者。指導者のプロ。指導者もしてませんやんか。足早いから。F50 ね。本日も。私のお前二足入るサッカーシューズからパッと出しまして、こちらトリシューズのアドコトさんの中敷きを使いながら、あ、そういう時、あ、あるで、はい、どうぞ。あれっす、うん、フットブックの靴べら。え、どこついてる？もう靴べらまでついてる。靴べら出てるやん。ありがとう、はい、靴べら。はきやす。これでも料理とかもこれで炒めれる。あかんで。しきたっか。フットブーツの。あ、また持ってこなあかん。手入れ。手取ろうとしてる。ユニフォーム黄色やのに。えぐい。はい、久しぶりの試合で、前節は僕膝が、めちゃくちゃ痛かったので、ちゃんとプレーできなくて、その前の試合が、キングスリーグでメキシコにいたので、まあ、ほぼ2試合ぶりの復帰戦となります。今回相手はトライズムさんですね。リーグではあまり勝ててないので上位にはいないんですけど、まあここでね、全勝して来年の全国につなげたいと思います。立ち上がり前プレーからね、いきなりボール回収してマイボールからのスタートとなります。相手はね、いきなり立ち上がり、いきなり引いてきましたね。ブロックを引く形となっております。そこで前半30秒、いきなりね、左足が決まって先制点です。これね、シュートの前にアガタがゴール前横切ってくれたのにね、ブラインドになって入りました。そして先制した後も、まあ前からプレスはやめずに前からボールを奪いに行くという形で、相手は変わらず、自陣でブロックを引くという感じで、まあ相手がね、こうやって自陣に全員戻っていく形となっております。この位置でボールを回収した五木さんの五木ルーレットでファウルをもらって、いい位置でね、立ち上がり早々フリーキックゲットです。ソサイチね、フリーキック普通に蹴ってもめったに入んないんですよね。だからね、結構こういうのがね、大事ですね。これがうまいこと決まって2点目です。このシーンも2点目取った後もね、相手が結構ブロック引いてくる形だったので、まあこんな感じで左右揺さぶりながら、これも惜しかったですね。でも切り替えね、こっから早くして奪い返せて、三月さんの腰が回りきらず、これも相手のパスミスを、逃さず引っ掛けて、こっからカウンターですね。これ主催地ね、セグンドにシュート打つの大事なんでね、これシュートセグンドにしたかったですね。ちゃんと味方も詰めてたんで。このエンケン選手の生きったパスも、合わずで、これよく見たらね、アガタ選手ボール来る前よそ見してましたね。このシーンもね、沢井選手のナイスカットからワンタッチでね、ここ1対1得意の縦ドン見せるんですけど、ちょっとミートしきらずでね、これなんとしてもファーに通したかったですね。このシーンも深い位置でワンツー決めて、
キーパーに弾かれたんですけど、結構ねああいう深い位置の角取るの大事ですね。これもね角取りからの、フェイク入れてチョンドンなんですけど、これも惜しかったですね。形めっちゃ良かったですね。これもクーのナイスサイドチェンジか、五木さんのおしゃれトラップで、これ僕のねシュートしょぼすぎるやろ、なんやこれ。このシーンも相手ずれずれで、崩しきったところ、これね僕もついセグンドって言っちゃったんですけど、これシュート多分ねファー打ってたら通ってたんですよね。このシーンも当てて落として3人目のシーンなんですけど、やっぱね3人目の動きってなかなかついていけないですよね相手も。そして立て続けに沖俊からのロングボールを、これはいいボールだ。落としを沢井が今季初ゴール、ゼロ点男がね1点目決めました。これね真ん中で引っ掛けて、いい展開やったんですけども、相手のブロックで決まらず、これで前半終了です。4対0ですね。後半開始なんですけど、もうね暑すぎてハーフタイムでもうめちゃくちゃ暑かったですね。ちょっと皆さんも、熱中症気をつけてプレーしてください。で立ち上がり早速ね僕の1対1からまた縦です。縦いってこれもね、まあ、惜しかったですね。ボールこぼれる位置が良かったら1点というところでした。後半も変わらず相手は結構ゴール前ブロック組んでくる形で、こういうシュートいいですね。やっぱゴール前ブラインドになってるんで枠飛べば入る可能性が高いっていう。そして立て続けに沢井のミドル、まあ、ゼロ点男の追加点はならずですね。ここで遠見選手の最近ちょっと練習してるねタイミング外すっていうこのドリブル、最近ちょっと練習中です。最近ねやっぱスピードばっかりに頼ってるとね、なかなかちょっとやっぱ30になってくるとキレがね出てこないんでね、ちょっといろんなドリブルも試し中です。ここで、ね、僕のとここぼれてきたんですけど、盛大にブロックされてこれもポストに当たるっていうね。なんでって言ったら外の観客席からなんでって言ってるってめっちゃ笑われましたね。ここも後半立ち上がりのこの前プレーから、クーはね早いねこういうの拾うの。アガタが決めて2点目、5対0です。この日ね、相手が人数直近しかいなくて、このシュートがまた抜けて入っちゃうっていう、これで6対0です。そしてねプラムワンのもう一人のゼロ点男梅谷のシュートもしょぼすぎて、僕がゴール前でブロックしたりました。ナイスシュート。これスサイチハウトゥーなんですけど、これ相手がねキーパーにプレス来たら真ん中に絶対サポート行かないとダメなんですけど、これねまあ被っちゃったんですけど、まあまあサポートの意識は良かったですね。でうまいこと抜けれたんで、でこっからチャンスになってクーのボレーも枠の外、これも相手の前プレーに対してちゃんと真ん中でサポート行ってあげればねこうやって回避できるので、回して出して抜けて、これ良かったですね。出して抜けて僕が入ってキックフェイントで2点目、7対0です。そしてねこの交代してる間にこのマナブさんが手で投げたと思えないぐらいのレーザービームが一気に通って追加点で8対0です。このシーンも反転から、ピボ当てして当てて落としてチョンドンで、これ惜しかったんですけど、このムーブは絶対月さん得点を狙いに来てますね、要注意です。そしてまたまたマナブレーザーからなんかアガタが変なトラップしてシュート打ったのが僕のとこにこぼれてきて、ぬるっとハットトリック9点目です。そしてこのシーンも当てて落としてドンで10点目。このシーンもカウンターでアガタがトリックするんですけど、もうねさすがに相手もちょっと熱いし人数カツカツやし、まあもう正直これはねもうしょうがないっていうか、関西リーグもね簡単に勝てなくなってきたので、もう久しぶりの10点乗っての勝利となりました。どうした？お疲れ様でした。やばいねこれ、だってこの室内の20分でこれやから、みんなあのちゃんと水水分取って休みの時は影入って、
あの倒れるようにしましょう。でもね、まあ、やっと今日あの、まあ、シーズン1を初ゴールと。あ、まあ、光るもか。あれ、入ったっしょ。じゃあ、キーは触った。キーパー触ったかオンゴール。去年手触って足になって、うん、今日足さえ触れたかなし。うん、キーパー触って入ってるかまだゼロ。頑張ろう、頑張ってや、ゼロ。クラマン会は、僕よりチームメイト移していこうかなと。梅ちゃんのチャンネルでも多分試合が出るので、僕のチャンネルではチームメイト移していこうかなと思います。ということでね、また次回見てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。